ロバート・ファン・ヒューリック自筆著名、ロバート・ハンス・ファン・ヒューリックは、オランダの外交官、東洋学者、推理小説家、バングーリック、ファン、フーリック、ファン・フーリック等の表記もある。オランダ東部のヘルダーランド州、ズトフェン出身、オランダ陸軍組の逸尾として生まれ、幼年期を、オランダ領東インドのバタービアなどで過ごした。ライデン大学卒業後に、 ユトレヒト大学大学院で学ぶ。東洋学博士号を取得後、オランダ外務省入九省1938年、中日オランダ公使館書機関として来日。東京芝の大使館2階の書斎を、衆議、サイト、名詞、勤務の傍ら東名、コーラハイ、ジ、芝大として古本や天国等をたしなみ、東洋に関する幅広い造形から和官書等の、 収集及び研究ともいった。太平洋戦争の勃発によって一時収容された後、中国に渡り在中大使館に勤務。この際にタイピストの中国女性と出会い、結婚する。第二次世界大戦終結後に再来日。中国の公安小説をモデルに、1951年の迷路の殺人をはじめとする。 敵人欠が主人公の推理小説を発表した。1965年、在日オランダ大使として、再び来日。1967年、肺がんのため帰国し、同年9月4日に、ハーグで死去。在日中は、江戸川乱歩とも交流があり、また、語学の天才で15カ国語に通じていた。ディーハンジシリーズの一部の作品の中国語訳も、自身で担当している。 ありがとうございます。